こんにちは。プロレス王鈴木みのるとプロレスの帝王高山義弘、2人はタッグを組んだり戦ったりと激しいライバル関係ですが、真の親友です。リハビリに燃える高山義弘と全力で支援する鈴木みのる、世界一性格が悪い男鈴木みのるのもう一つの顔に迫ります。プロレス王に俺はなる。何を隠そう、鈴木みのるは大のワンピースファンです。フジテレビのスマップスマップに出演した鈴木みのるは第7回芸能界ワンピース王決定戦に参戦しました。ぶっちゃけ俺プロレスやってるかワンピース読んでるかどっちかだもんと豪語する鈴木みのる、口だけでなく強敵木村拓哉を破り鈴木みのるが見事に優勝してしまいました。今プロレス王と呼ばれている鈴木みのるですが、これには経緯があります。鈴木が全日本プロレスでファイトしていた頃、スペシャルゲストが鈴木に花束を贈呈しました。アニメワンピースでルフィ役を務める声優田中真由美さんです。その時ルフィの声で、俺は海賊王になる、お前はプロレス王になれと言われたのです。鈴木はルフィに言われたらやるしかねえよなと感動しました。ここで翌日からすぐにプロレス王と名乗らないところが鈴木のプロレスセンスでしょうか。ルフィは海賊王に俺はなると決意している段階なので、鈴木もプロレス王になるために準備を始めたのです。鈴木が新日本プロレスに参戦した時、実はコメントも工夫していたのです。お前ら宝物を全部よこせと海賊っぽいセリフを吐いたり、お前が王様に勝てると思うのかとさりげなく王という言葉を使ったり、そして2018年の G1 クライマックスに出場した時、鈴木を紹介する映像でプロレス王鈴木みのるというニックネームになっていたのです。自分から名乗るのではなく、そう呼ばれるようになるのが鈴木の理想であり狙いでした。実は鈴木がプロレス王を名乗り続ける真剣な理由がありました。2017年5月4日、高山義弘は DDT プロレス豊中大会の試合中に頭部を強打し、頸椎を痛め入院しました。医師が下した診断は頸椎完全損傷で、身体の回復の見込みはないという衝撃的なものでした。高山は自分で体を動かせない状態ですが、意識はあり会話もできます。懸命にリハビリをする高山を支えようと、鈴木は高山ニアという支援プロジェクトを有志とともに立ち上げました。高山は必ず奇跡の復活を果たし、再びリングに立つと信じる鈴木は心情を語ります。俺のニックネームが世界一性格が悪い男で、高山と並ぶのが嫌だったんですよね。向こうがかっこよく見えるから、このまま俺がプロレス王を名乗り続ければあいつが帰ってきた時にすごい組み合わせになるだろう。プロレスの帝王と並ぶなら世界一性格が悪い男では締まらない。これが鈴木がプロレス王を名乗り続ける理由です。鈴木みのると小田栄一郎。鈴木みのるはワンピースの作者小田栄一郎先生公認のワンピースファンです。鈴木はワンピース応援団の団員ナンバー15に任命されています。小田栄一郎先生のコメントも週刊少年ジャンプに掲載されていました。鈴木みのるさんのお誘いで全日本プロレス観戦、爆笑と興奮でたぎった、いや全日本プロレスと書いてしまうということはあまりプロレスに詳しくないのでしょうか。後日少年ジャンプで小田栄一郎先生は前々回新日本 P を全日本と書くミス、みのるさん心からテヘテロです、いやよほど中村慎介のことが気に入ったのでしょうか。2013年11月18日鈴木みのるがツイートしています。小田先生の目に鈴木みのるのプロレスはどう映ったのかな、今度ゆっくり聞いてみよう。鈴木みのると高山義弘。
鈴木みのるは1968年6月17日生まれで横浜出身。新日本プロレスに入門し、デビューは1988年6月23日です。高山義弘は1966年9月19日生まれで東京都墨田区出身。中学2年の時、すでに180センチを超えていました。高山は UWF インターナショナルに入団し、デビューは1992年6月28日ですが、実は86年20歳の時に第一次 UWF のプロテストに合格しました。ところが1ヶ月で逃げてしまったという黒歴史があります。本当は高山の方が年上で先輩だったのですが、公式デビューが92年なので鈴木が先輩になります。そのため鈴木は高山と呼び、高山は鈴木さんと呼んでいました。親しくなってからはみのるちゃんや鈴木みのるという呼び方になっています。鈴木は新日本プロレスを退団した後、 UWF 藤原組ファンクラスと格闘系のリングに上がり続けていました。格闘系の戦いはやはり過激で過酷です。ファンクラスで首を負傷した鈴木の脳裏に引退の2文字もよぎりました。そんな時期に鈴木はテレビでプライドを見ました。2002年6月23日、高山義弘 VS ドンフライです。ゴングが鳴ると、両友はいきなりノーガードで顔面を殴り合い、ファンは大熱狂します。フライのマウスピースは吹っ飛び、高山は大流血していますが、構わず殴り合いが続きました。鈴木は感動しました。俺、何やってんだろうと奮起し、プロレスに復帰することを決意します。高山は試合には敗れましたが、鈴木をはじめ多くの人のハートをつかんだのです。鈴木が2003年に新日本プロレスに参戦した時、高山も新日本で活躍していました。鈴木は早くプロレスに馴染もうと相手の技を受け、バックドロップなど格闘系ではやらなかったプロレス技も意識して出しました。そんな時、控え室で高山からショッキングなことを言われました。なんで受け身を取るの？相手の技に簡単に倒れて受け身取ってたら鈴木みのるじゃないよ。鈴木は驚いて、みんな受け身を取ってるじゃん、俺も同じことをやってるんだけどと言い返します。高山はついこの間までバンクラスやってたやつが、そんな受け身をやったら埋没しちゃうよ、受け身は取らない、でも圧倒的に強い、それが鈴木さんの個性でキャラクターなんだから、どいつもこいつもぶっ飛ばす、グーで殴るだけでいい、それが最大の表現だよ、誰よりも強いパンチ、誰にも負けないグラウンドテクニック、つまり鈴木の人生こそが鈴木の武器。高山の力説に鈴木は納得しました。高山のアドバイスで迷いが消えて吹っ切れました。鈴木にこんなことを言えるのは高山だけでしょう。年齢が近い2人は少年時代に同じものを見てきました。それは昭和プロレスです。鈴木も高山も少年時代アントニオ猪木に憧れていました。ザ・ファンクス VS ブッチャー・シークの試合を見てプロレスの面白さに魅了されたのも同じです。あの頃と比べると今のプロレスはまるで違うと2人は意見が一致しました。鈴木と高山は意気投合し、団体を渡り歩き縦横無尽に暴れました。タッグも組みましたが、シングルマッチで戦う時はまるで遺恨対決のように激しくやり合います。そして鈴木は試合後のインタビューで豪語しました。レスラーを名乗る諸君、真似できるものならやってみろ。鈴木みのるの正体。鈴木は親友であり同志であり恩人でもある高山が入院し、回復の見込みがないと知らされた時、自分にできることは何かを考えました。治療には大金がかかります。家族はただでさえ辛く苦しいのだから、これ以上重荷を背負わせたくない。そこで鈴木は自分が矢面に立とうと決めました。
高山を支援するプロジェクト高山ニアでは、高山の T シャツなどグッズを売り、プロレス会場で募金を募ります。高山ニア発足の記者会見で、鈴木は涙が止まらず、言葉に詰まりながら語りました。ヒールに徹した日頃の言動やルールを無視した試合ぶりから、鈴木みのるを大嫌いというファンやレスラーは少なくありません。鈴木は、自分のことはどうでもいいので、高山のために力を貸してほしいと頭を下げました。お金を集めるには覚悟が必要です。世の中は善意の人だけが住んでいるわけではありません。鈴木は偽善者という全く心外な誹謗中傷を浴びせられました。あまりにも的外れなことを言われると人はひるみます。鈴木は悪口を言われた時、心底自分が矢面に立ってよかったと思ったのです。高山と高山の家族は自分が守るという思いです。鈴木みのるの正体は、世界一性格がいい男でした。鈴木が高山を見舞うと、高山は今年の G1 は誰が優勝したと聞きました。高山は心底プロレスが大好きなのです。2018年8月31日、入院中の高山を応援しようと、後楽園ホールで高山ニアエンパイアを開催しました。ロビーでは、蝶野正弘、小島さとし、桜庭和志など有名レスラーが募金を呼びかけていました。佐々木健介と北斗晶も急遽サイン会を開催。多くの人に慕われている高山の人望の厚さを物語っています。会場では高山のビデオメッセージが届きました。短めの黒髪に赤い T シャツを着た高山義弘の姿が映し出されると、高山コールが巻き起こります。高山は、来場してくれたファンに感謝を述べた後、悪さばかりしている鈴木みのるの顔面にビッグブーツができるのを僕自身楽しみにしています。それでは、鈴木みのる、待ってろよ。鈴木も言い返します。ちょっと待て、こいつ寝てばっかりのくせに俺に喧嘩売りやがったな。ああ、そうかい、いつまで寝てるんだ高山。俺はお前がここに上がってくるまでプロレス界の王の座でお前を待っている。そんなところでくたばるんじゃねえぞ。てめえのとどめは俺が刺してやる。ゲストとして来場した前田明も高山にエールを送ります。いろいろ調べてると、世界には頸椎損傷から奇跡的と言われる復活を果たして普通の生活に戻った人が結構いるんですよね。場内には拍手と歓声が上がりました。前田は、高山、このリングに戻ってこいと呼びかけました。永田裕二も、もう一回彼と試合がやりたいですと語りました。杉浦隆は、ボス、待ってます。ボスは今は戦っているけど、必ずその戦いに打ち勝って、で、ボスが戻ってくる場所はリングだと思うので、ボス、待ってます。2019年8月26日にも、後楽園ホールで高山を応援する大会が開催されました。昭和プロレスを見てきた高山にとって、 8.26 は特別な日です。1979年に日本武道館で行われたプロレス夢のオールスター戦で、一夜限りの BI 法が復活した日です。馬場、猪木、鶴田、藤波が乱舞したあの夢舞台に負けない祭典にしようと、出場選手は躍動しました。大仁田敦史は6人タッグマッチで藤田和幸と夢の対決。試合後に大仁田は、高山さんは僕の電流爆破の盟友ですから、本当にこうやって高山ニアに上がれたのは幸せですと紳士的なコメント。鈴木みのると犬猿の仲である丸藤直道はタッグマッチで鈴木と激突。鈴木みのる、鈴木秀樹 VS 丸藤直道、田中雅人の試合は採点ムードではない、バチバチのぶつかり合いを見せました。前田明 VS 武藤敬司のトークバトルも実現。この2人のシングルマッチは一度もありませんが、新日本プロレス時代にタッグマッチで試合をしています。
前田は武藤と絡んだら必ず顔面蹴ってやろうって、俺がバーンってやったらなんで顔面蹴るんだよって顔すんのと笑います。武藤は狙われてる気がしましたよと当時を振り返ります。途中で山崎和夫がトークに乱入し、前田さんまた太りましたかと誰もが思っていて、誰も口にしなかったことをあっさり言いました。さすが山崎和夫です。この日も高山のビデオメッセージがあり、鈴木みのるにビッグブーツをかませる日が来るのではないかと思い、リハビリに励んでおります。脳内のイメージトレーニングでは何発も鈴木の顔面にビッグブーツを炸裂させているのでしょう。戦友ドンフライからのメッセージ。2002年の激闘から20年が経ちましたが、いまだに高山義弘 vs ドンフライの試合は語り継がれています。総合格闘技で顔をガードするのは当たり前なので、まるでプロレスのようにノーガードで殴り合う試合など他にありません。ドンフライは闘病中の高山に長文のメッセージを送りました。高山さん、あなたは神が私に与えてくれた最高の対戦相手でした。あなたとの戦いは世界中が観戦した最高の試合だった。まさしくあなたは武士道、強さ、完成されたファイターの象徴。俺に会う人はみんなあなたとの試合のことを語る。そんな対戦相手はあなたが初めてです。あなたは戦士そのものだ。高山さん、俺はあなたが今の状況を脱して解放に向かうことを心から祈ります。あなたを失うことなんて考えられません。それゆえ我々は常にあなたのことを思っています。現在の高山義弘、新型コロナの影響で約8ヶ月外出ができず、床ずれを起こすなどきついこともありましたが、今はリハビリを再開しています。座る体勢になっただけで血圧が下がり、クラクラすることもありますが、周囲の人にギャグを飛ばす低音は全く参っていません。高山義弘は2022年6月30日代筆でブログを綴っています。30年前の6月28日 UWF インターナショナルのリング、金原博光さんとの試合で私高山義弘はデビューしました。あの時リングにいた人たちはもうみんな辞めちゃったな。サクは俺の次にデビューした後輩だし。そして後日ジャイアント馬場さんが俺がデビューした記事を見て、うちにもこういう子が来ればいいのになぁと漏らしていたって人づてに聞いたんだよね。真偽のほどは確かではありませんが、でも数年後本当に呼んでくれて、高田さんにしごかれ、馬場さんに磨かれ、俺様はプロレスの帝王になれたのだ。これが本当の高田の馬場なのだ。 VS ドンフライの T シャツがすごく売れているみたいで本当に感謝です。ありがとう。デビュー30周年を迎えた高山義弘、高田の馬場ギャグを炸裂させる帝王は元気そうです。高山にあのサイトのリンクはこの動画の説明欄にありますので、ぜひご確認をしてみてください。いかがでしたでしょうか。最後までご視聴ありがとうございます。皆さんのご意見、ご感想や知っているエピソードがあればぜひコメントをしてください。今後もプロレスのディープなエピソードを投稿してまいりますので、ぜひ高評価、チャンネル登録をお願いします。